息子が革命軍という組織を作ってしまった。なぜじゃ、に対する読者の反応集。ただ幼い頃からマリンフォードに連れて行って最高の教育を施し、実力と正義感とカリスマを開花させ、海賊の悪さを教えてさらに天竜人の暴落や加盟国の腐敗を見ても見ぬふりをする精神力を育てて、わしの我慢強さも見せたはずなのになぜじゃ。教育はちゃんと成功してるね。ドラゴン目線でありえそうな流れだ。どう考えても後半部分が原因である。これルフィエースサボも同じように超エリート教育したらやっぱり革命軍に走るのかね。だからダダンに預けたのかね。わしの我慢強さも見せたはずなのに。武力的に強いし、問題こそあれどそれでも尊敬できるだろう父ですら、暴落と腐敗を我慢して見過ごさなきゃならない現状を見たからじゃないっすかね。天竜人の暴落や加盟国の腐敗、これやろな。なんで孫が海賊で息子は革命軍なんですかい、ガープさん。ガープ。確かドラゴンはクソみたいな天竜人におとなしく従う海軍大将だけじゃなくて、その部下にもなりたくないって言ってたな、まったく。確かに天竜人の愚痴を言ってたが、お前は強い海兵になるんじゃと何度も。杯。そら海兵にはならんわ。自分が内心思ってるけど絶対実行しないし、口にもしないことを堂々と実行してる奴を見せつけられたらそら白目向くわ。ガープさん。息子にそんな天竜人の悪口を言ってるからそんなことに。他のスレで、真っ当な倫理観を叩き込んだから革命軍と海賊になりました、みたいなのあったな。孫に関しては擁護不可だぞ。せめて否定してくやせんかのう。ガープ。でも事実じゃろ、花欲しい。父親からのこれを変えられる大人になれというメッセージだと受け取ったのか。こんな偉大な父ですら世界の不条理は飲み込むしかないのか。ならば、俺がそんな世界そのものを変えてみせる、我が強いぞこの男。この場合、ルフィを徹底的すぎるほど放置し続けてたのは、あんなにも醜い世襲の業を、自分の息子に背負わせたくない、っていう、親心だろうな、もうその頃には地位ができちゃってるし。ドラゴンってバスターコールの跡地にも言ってるからね。下手すりゃ自分も参加したこともあるまでありうる。あれ本人が知り合いのところもあるけど、絶対暴落の限りの見るのも一つの目的ですよね。ガープに教わった通り、正義を尊び、暴力に屈せず、誰かを守るために戦っている、育成大成功だぞガープ。英雄、あんたやっぱすごいよ。ガープが革命家になったドラゴンの愚痴とか言ってないあたり、まあそうなるよな。って内心思ってそう、ルフィは海賊になったから切れるけど。ただどうもルフィも出力こそシャンクスみたいな男になりたい、ニアリーイコール海賊になってるけど、気質は明らかに革命軍寄りなのよな。というかガープから叩き込まれた善悪正義の価値観ががっつり根底に根付いた上でめちゃくちゃ潔癖だから、自分を含めた海賊、イコール悪という認識が揺らいでない節がある。ルフィが海賊選んだから、それもいい。ってなってたけど海軍ルートだったらドラゴンから何かしらアクションはあったかもね。ルフィはやりたいことが海賊なだけで、夢の果ては革命軍みたいな感じっぽいからな。組織で上下関係に縛られたくない、イコール麦わらの一味なのであって、典型的な海賊は嫌いっぽいんだよなルフィ。ヤマトの侍への憧れが、おでんという個人名で出力してるのともなくかつ同じく、シャンクスみたいな男になりたいが海賊というジョブ名で出力されてるのがルフィって印象はある。ガープや海軍上層の割り切りがすごいんだよな。天竜人周りで海軍辞めるやつ結構いるだろってなるし。正直割とギリギリな気もする。なんかきっかけがあったら堪忍袋の尾が切れそう。血のつながりを考えると海軍やってるガープがおかしい。ガープの親や祖父母も海軍だったかもしれんし。ガープが何かあった未来の姿というか、政府加盟国非加盟国の格差、目の前で営業してるヒューマンショップ、天竜人の実態、自分の目で見た上で、血が流れないならこれでもいい、って体制守る側にいるもんな、いろいろ歪みはあるけどそれをなくすのは無理、なくそうとすれば余計悪くなる、と思っているのかね。あの世界で無血革命とか絶対無理だしな。長年海軍にいるだけあって、多大な被害を受ける市民のことを一番に考えてる。白ひげの時代に幕に反応してたあたり、大海賊時代以前の経験から仮初めでも揺れが少ない時代を肯定したとかはありそう。ロジャーゴリゴリに追ってた頃とそれ以後でだいぶ違う感あるし、頂上決戦後ガープも戦国も実質降りたあたりからしても。ルフィ並みの、というかドラゴンが親だけど、行動力に、
天竜人の所領を見せて我慢させるのはすっげー苦労したと思う。その上で、平和の尊さと戦争の愚かさを教育することができたのは、ほんと感嘆するほかない、立派な親だ。だが皮肉なことにそんなものを見せたせいで、これまたルフィに受け継がれた、誰を最適最速で撃つべきかを見抜く目、をも育ててしまったわけで。なんか経歴とか身長差含めると、ドラゴンってモンキー家で一番真面目な人なんだなってなる。いやまあ真面目に育てるほど革命軍作るよねとしか。これが世界中のあちこちで当たり前のように起こっています。よし、今度こそ失敗せんぞ。可愛い孫たちはわしが愛情を持ってじきじきに育ててやるわい。この世界線はマジでどんな教育したのか気になる。孫たちがみんな賞金首になってしまった。なぜぜ。サゴはふるさとの国のグレーターになるを、笑いながら焼いて娯楽にしていた王侯貴族と天竜人を殴り倒し、ルフィはヒューマンショップに連れて行かれた海兵助けるために天竜人を店ごとぶっ飛ばし、エースは夫と子供の前で生きながら皮を剥がされ、剥製にされようとしていた女性を助けるために天竜人を焼いてしまった。なぜこんなことに、ちゃんと血が流れないのが平和と教えていたはずじゃ。実際深層心理家だと、たとえ天竜人でも血を流してるなら平和とは呼べない、とか考えてんのかね、このじいさん。ガープの言う血が流れないのなら平和と呼べる、は実際の戦争よりは冷戦のがマシとかそういうものじゃねえかな。天竜人に関してはあいつらが被害被ると報復でそれ以上のことになりがちだから、そういう意味では天竜人の血も流れてほしくないとは思ってるかもしれんが。こんなに強く偉大な父でも現状を変えられないということが身に染みて理解できたら海軍入る気は起こらんわな。逆に息子と孫がああなのに、海軍に入って未だに活動してるガープの方が異端な気がする。同じ D で海軍にいたのはサウロがいたけど、結局あいつも政府を見限ったわけだし。英雄なんて呼ばれて自分の行動が及ぼす影響が大きいことをわかってるからこそ、下手に身動き取れないってのはありそう。ガープ現役の時代では政府相手にクーデターを起こすより、海兵として政府の秩序を続ける方が、流れる血が少ないと判断したのでは。過激に動かずに静かに一歩一歩革命の灯火を照らし続けてるのは、間違いなくガープの我慢強さ引き継がれてると思いますがね。孫を見てみなよ、まだ10代なのにもう4校だよ。革命軍のきっかけはお腹だけど、その前に自由軍やってるからそっちの理由も気になる。そもそも自由軍ってなんじゃいって話にはなる。自ら、勇猛心を持って世界を変えるため動く軍隊？戦争嫌いって言われてるから戦うための軍隊じゃないと思うんだよね。軍というより団とかの方が近い、同じ思想を共有する仲間たち？勇猛心、勇気があって物事に屈しない心。8年前ガープ、息子が世界会議の議題に上がっとる。いやまあ、ガープが賞金首になってないし、海軍辞めてないってのはそういうことだろうけどさ。この世界の戦国がガープに、育て方、間違ったのかのう。とか弱音吐かれたらなんて返せばいいんだ。どうってルフィたちもガープも悪くないし、世界がクソだからとしか言えないと思うんだよ。そういや戦国さんは育てた後海兵にしているのか。育てた4人はどう考えても正義感に溢れた若者だっただろうからね。曇り方半端ないだろ。ひょっとして革命軍があっという間に勢力伸ばしたのって、こういう正義感に燃える若者とかが次々参加したからなんじゃ。本編でも海軍に入ってから実情知ってこんなはずじゃなかったのに、ってなってる奴が結構いると考えたら、元海兵の革命軍メンバーはそこそこいてもおかしくないよな。天竜人と関わる士官や将官クラスからの離脱者多そう。ルフィやドラゴンたちがこんな暴落を目の前で見せられて耐えれるわけねえだろ。わしは死ぬ気で耐えれたんじゃぞ。じゃあなんだよ、波があのままヒューマンショップに売られて天竜人にひでえ目に遭わされてもいいとか言うのか。ふざけんな、波が正義だ、波はアーロン一味に散々な目に遭わされたんだぞ。本当は海兵にもなりたくないのに、俺の役に立ちたいと言ってたのに、これじゃ元さんとの約束が守れねえよ。もういい、こんなとこやめてやる、行くぞゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパーやロビンたちと合流するぞ。俺もイスカやジュース連れてやめるか、もうあんなことはコリゴリだ。お前ら、革命軍に来るか？孫二人のみならず、かつてロジャーと歯を争った大海賊が欲しがるほどのとんでも航海士と、エースのストッパーになりうる隊、アンド白ひげの船でも戦意できる人材がまとめて退役しちゃった。ゾロウソップさんじも敵に回したらやばいんだよな。
ゲンさんとの約束破るわけにはいかないしな。この件ゲンさんたちが聞いたら、ここやし村の海軍への不信感がさらに高まりそう。なみ、やめてゲンさん。ルフィ少々。ルフィは、私が奴隷にされかかってたところを止めてくれたの。そのせいで、海軍から追われることに。う？ルフィ。おい待てナミ、まだ話したくねえなら話すな。感情見聞色察知。ナミ？うわあ。ゲン、おいこそどういうことだ？またナミが誰かの言いようにされてたのか？からの天竜人真実。ガープもゲンさんに殴られそう。こんなの耐えろってのが無理。それに歯を食いしばって耐えてるから、海軍っていう世界一巨大な軍事組織を使って、海賊から多くの人の命と生活を守れてるんだよな。だってそもそもガープ自体が天竜人クソって言ってるし、海軍とか海賊とかの枠がなかったら天竜人吹っ飛ばしてそうだし。前例がひどすぎる。貴様らふざけんな。何がひどいって、大海賊時代だと隣の支部とかに助け求めるのも普通の村人じゃ難しいから、その地区の奴が腐ってるとどうしようもないってことが多いのが。ロジャーが大海賊時代作ったら海兵としては余計に忙しくなるし、強さ必須の世界になるし、で孫育て大変そうっすね。逆にゴミ、クズ呼ばわりしながらそれでも血が流れなければ平和と割り切ったガープの忍耐強さがおかしいわ、息子と孫を見ると。いやルフィは仲間のためならどんな苦痛でも耐え切ってみせるし、ドラゴンも奴隷や非加盟国が苦しめられようが正しい革命のためにあえて救わず耐え続けただろうし、じいちゃんにの忍耐力してる、してそうだわ。それで革命軍に入って、とうとうイム様の元々ないではないかを目の当たりにして、じいちゃんがどうしてああまでおとなしかったか理由を知るわけなんですね。海軍辞めて海賊になる、じゃなくて革命軍に入る、だからちゃんと正義の火は燃えてんだよな。これはいい、ルフィは自由に生きたくて、略奪しねえからいい。これも門が中将とかおつるさんとか戦国元帥とか、あと三大将とか抜けた理由聞いたら全員曇るでしょ。スモヤンとかひなさんとかも。おつるさんやひなさん、ナミさんのこと可愛がってただろうし。ロビンちゃんやエスカがルフィたち側にいるのが救いか。七部会はよ、やめることにしたんだ。コラさんには今でも感謝してるし、戦国さんには世話になったけど、一角やベポたちが被害に遭ったら大変だからな。アイアイキャプテン。この世界は間違っている、歪めているのは貴様らだ、状態じゃん。海軍はよ、やめることにしたんだ。戦国さんのことは今でもお父さんだと思っているけど、牢やベポたちをほっとくわけにはいかねえからな。戦国さんも泣いちゃうぞ。すまねえ戦国さん、でも俺たちベポを奴隷にしようとした天竜人を海に沈めちまったし、ちなみにベポは特に精神的ダメージを負っていないから安心してくれ。ハンコックとモリア様も七部会やめるだろ。やってられるか、クマ。一緒に七部会やめるぞ。かわいそうなガープと戦国とゲンさん、ひとえにこの世界が悪いが。かわいそうに。これも誰が悪いとかでなく、ひとえに世界が歪んだクソダメなせいだが。じゃあどうすればよかったのだ。逆らったら世界政府に風車村などを消されるかもしれんのだぞ。父よ、あなたがもう苦しまぬように私たちがこの世界を変えてみせる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。